はい、どうも山田マンです。よろしくお願いします。前回の続きやっていきましょう。おヤングライオン杯来ましたね。海外遠征もあるか、これもしかして。はあ、はいはいはい。うん、控え室入ってくんなや、今から戦うのに。そうね、うん。ほう。まあね、うん。まあまあガンガン行きますよ、そら。うん。まあ、とりあえずこのヤングライオン杯っていうのはもうやっぱりこう大事な戦いになるからね。これはもう優勝しないと。やはり。まあ条件ないからね、多分。勝てばいいって話でしょ。やりますよ。やってやりますよ。はい。へいへい。さあ、まずは、あらあらあら。はい。ヤングライオンやな。わざわざ下には降りない。へいへい。お、いいね。ああ、やはり最初はやっぱ生かしてくれへんね。お、ほら、イエーイ、近い近い。おっと、もうちょっとやっぱりトーナメントをやったっけ、ヤングライオンで。はい、リーグじゃなかったよな。リーグなのか。リーグやったら1戦目にこの山田マンと当たってしまった岡さんはもう災難やね。ええええええ、はい、なあなあなあ、おーどっとっとっと、この野郎、肘の方が痛いから。はい、痛い痛い痛い、はい、カモン、はい、締め上げていく。なんかヤングライオン終わったら武者修行って、ね、武者修行はなんか何年後とかってなりそう。
実際それはトレーニングポイントもらってないから別に強くなる。あ、そうや、変えたよ。ジャンピングにで、お決まりのバブル。おお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 おはい、休憩。へえ。おお、丸い子できたね。まだ元気か。ということは、はい。はい。まだあんまり消耗してないんかな。打撃系ばっかりやもんな。もっとこう消耗するような攻撃しないとな。得意技やけどな。はい、 2.9。 いやー、攻め立てるな。シングルはもうちょっと食らっとこうか。クラウ L1 の、 この下が相変わらず分からへんねんけど、はい、突っ込んでこんかい。はいはいはい。待ってくれてる。よし、行くぞ。はい、ありがとうございます。まあヤングライオンやからね。63%やって全然食らってへんもん。これはあかんな、怒られるな。ちょっと評価低いんちゃうか。あえてちょっと評価低かったけどね、申し訳ないけども、うん、いやー、お客さんはあったかいね、うん、優勝するよ。ああ、いいね、若手同士のね、うん、これな、この人なんて読むんやろ。川に人って、最初に戦ったヤングライオンですからね、うん、相変わらず自信家だなって。そういうキャラちゃうけどね。ゴングになったからなんか負けてしまったとか急に出るんかなと思ったら、そこはちゃんと試合あるんやな。まあ評価点関係ないからね、まあ、ガシガシ攻めるよ、うん、はいはい、あ、ラリアット、あれ、そう、ラリアットタイミング難しいな。
はい、あれちょっと難しい。流血した。すまんな。はい、あれクソ、やっぱ難しいわ、あれタイミング。もっと早めにやらなきゃのかな。また落ちていくぞお前、こんなとこやったら。うでー、あれこんなん入れてたっけ。はい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 、いいよ、早めに早めに押さない。はいはい、これあれ押し倒してからのこれエルボー、これいい。はい、よし、ジャンピングにカーボン、おっカーボンカーボン、あーいいね、腕つぶし、脇固めとか入れたらよかったな、あんだけ腕狙うんやったら。じゃあ脇固めじゃないのか、もっと腕の関節を。これすぐ浮き上がってやられるから毎回。おっ来てるね、腕、はい、そこはいはい、あれ、いやこっちが疲れてるよ。あいた、ジャンピングエルボーか。おーっと、いいね、ちょっと休憩しよう、攻め疲れしてろ。おっとあかん、入らへんのかなこれ、罰中攻撃が入らへん。おっと丸ごもね、ええ、ちょっとあんまり消耗してへんぞこいつ。ほらなんか結構返してくるもん。よいしょーっと、だいぶ痛めたよな。来てるか、そろそろフィニッシュ。あー3つ入ったか。いやパンツ直すとこだけめっちゃ盛り上がるやん。いやー 67% か、低いなー。勝てばまあいいからね、まあね。ただ内容としては良くないよな。
ゃあ。あ、そうか。北村さん、アマレスの人やね。筋肉隆々の。いやー、これあれやな、山田マン武者修行行ったらマスク脱いで帰ってこなあかんな。普通は武者修行行ってなんかヒールになって帰ってきてマスクかぶってるとかあるんやけど、マスク脱いで帰ってくるってないからね。いや、もうマスク脱がなあかんな、もうこうなったら。さあ、ヤングライオンの前に試合があるわけね。なるほど。よっ。3人で来たな。うん。そんなに筋肉見せられてもらえな。頑張りましょう。ヤングライオンね、優勝させてもらいますよ。時が来た。それだけだ。最後。さあ行くぞ。まず睨み合いからやな。おいおい、締め上げていく。これやっぱりヤングライオンやからフレッシュなちょっと戦いをね、技が少ないから。おい、いいね。はいはい、はいはいはい、おい、へいへい、おい、聞いてへんぞ。出たな、流血。山田マンとやったら流血させられるって。はいはい、ちょっともうなんかパワーファイターだけど、こうジュニアみたいな感じにスイッチしていてもいいけど、ヘビー級やけどね。はい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 、これ俺の方が起きんの遅いからな、毎回。疲れてる疲れてる。おい、ああ4の時間。なあ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 、はい、流血してるからね。
呼吸も苦しいやろ。おい、いいね。はいはいはい、あーちゃっと、ジャビングに出んかった。えいえい、ジャビングに、からのパウン。これはブレイクになるんやけどね、絶対。あ、これなんか投げっぱなしとかの方がええんかな。これ投げらず、おっと、はい、カモン。あー遅いわ、やんの遅いわ。はい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 、疲れてる疲れてる。カモンカモン。あ、やばい、スタート出してもた。パフォーマンスしてないのに。はい、2で9。はい、おー、いいね。はい、あれ、あ、ちょっと止まった一瞬。はい、よっしゃ、いくぞ。よっしゃい、ジャングラーよ。はいはいはい、はい、よくタイトル戦になったらこうベルトベルトを置いてこうやってやる人いてるけど、あれタイツ直してるだけやから。 63% 低いな。ただ勝ったというだけか。いや、今回の今年のヤングライオンはちょっと山田マンがいてるからちょっと評価悪いな言うて。ありがとう。ヤングライオン4人しかいてへんのか。もっといてんやろ。うん、同期みたいなもんやからね。まあ一番若手ですけど、私の方がね。うん、ヤングライオン同士。そうね。おう。おう。いやー、これから海外遠征か。武者修行やな。ハハハハ。うん、はい、出たな。わからへん。
SWA。ほう。へえ。まあどこでもいいですけどね。どこになるんですか、場所は。地域は。無期限ですよ。サンフランシスコ。まあそうやね、そうそう、練習あるからね、うん、お、田無先生は来てくれたわけね。なるほどなるほど、結果出さんかったら帰ってこられへんと、うん、あー、まあまあまあ確かにね、うん、一皮も二皮も剥けてこいって。マスクも脱いでくれるけどね、うん、さあ、今回はヤングライオン編やから、次はやっぱ武者修行編なのかね、うん、おお、着いた。英語やな。ざっくりな、ざっくりな、この地図。誰やこれ書いたの。永田か。丸出しやんけお前。空港からの横伸びてる、その1個目の角ってことか、それは。なんか分からへんね。山みたいな、山川あるし、なんやねん。誰がわかんねん、その地図で。お、誰か迎えに来てくれたかな。貴様って、仕方してんじゃねえぞこの野郎。誰、写真じゃなくて、なんで急に A になったんやろ。鬼軍曹スティール・ジョンソン、なんで A なの急に。ここはもう架空ってこと。せやろって何やねんお前。関西弁使うなお前。せがあるかお前。試合開始までって、もういきなり試合すんの。
ちのあの放送じゃねえ、あの動画の時間もあるから、いきなり試合持ってかれたら困るんやけど。もういきなり試合な。いきなり試合みたい。とりあえず、あ、試合ない。あ、よかった。よし。じゃあね、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。